ウィリアム・ホランドはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。ホランドは1900年に開催されたパリオリンピックの男子陸上400メートル競争で銀メダルを獲得した。ウィリアム・ホランドはボストンで生まれた。ジョージタウン大学の医学生だった1900年、彼はパリオリンピックに参加した。400メートル競争決勝が日曜日に開催されたためアメリカのランナー、 リクソン・ボードマン、ウィリアム・モロニー、ハリー・リーが宗教的な理由でレースを棄権し、決勝は3人のみで争われた。決勝では同僚のマキシー・ロングが金メダルを獲得し、ホランドは2位となった。なお、ホランドは男子60メートル競争、200メートル競争にも出場した。60メートルでは一時予選で3位となったため、決勝には進めなかった。二百メートルでは 決勝で4位に入っている。ホランドは大学卒業後、マサチューセッツ州に定住して医師となり、1930年に没した。ありがとうございます。